こんにちは、浪人プーです。今回ですね、ベンダー様より商品が送られてきましたので、その商品をご紹介させていただきたいと思います。クイックインストールガイド、製品ガイド、取扱説明書ですね。バッテリーからの電源コード、バッテリーだけじゃなく USB の方から電源供給できます。 GPS アンテナ、防水ケース、リモコン、そしてここマイクがついていると思います。レンズ、前後ろ2つついています。カメラ用の延長コード、リモコン用の延長コード、本体取り付け用のベルクロ、これ 3M の強力なやつですね。はい、1回取り付けると取り外すのが大変というベルクロになっています。カメラを取り付けるためのマウント、前後両面テープで取り付けるタイプになっています。オートバイ用ドライブレコーダー、前後のカメラですね、の本体になります。私バイク用のドライブレコーダーですね、レビューさせていただいて、これ確か5台目になると思います。サイズがですね、これまでのものに比べて圧倒的に小さくなりました。固定方法が先ほども言いましたように、ベルクロですね、ベルクロを取り付けて、ペタッと貼り付けるというタイプになっています。操作系のボタン、このドライブレコーダーのケーブルなんですけども、とても分かりやすくなってます。電源が赤色、この黒の丸いジャックになっているものが GPS アンテナ用、黄色がですねリモコン用、黒と緑がですねカメラ用、緑がですね前なんですね。これまでのドライブレコーダー、前後2つカメラついてるんですけど、はっきり言ってどちらも同じ色だったので、実際に接続して前か後ろかを確認をして、取り付けていましたけども、こちらも最初からケーブルの色がですね違うので、前と後ろを間違えてつけるということはありません。とてもこれいいと思います。 SD カード、大容量ですね、256ですねに対応しています。とても大容量の SD カードを使用することができるようになっています。一番の特徴は Wi-Fi 対応になっているということで、走りながら Wi-Fi でスマートフォンで見るということはないと思うんですけれども、 Wi-Fi で一応見ることができますと。通常まあこの SD カードを外してですね、パソコンで取り込みをするんですけれども、スマートフォンで SD カードをこう挿したまま Wi-Fi 経由でですね、必要な映像を見たりダウンロードしたりっていうのがですねできるようになってますので、もういちいち SD カードを出さなくても内容、ビデオ、ファイルをですね取り出しすることができるということで、とても使い勝手が良くなっています。 GPS アンテナが標準装備されてまして、スマートフォンのアプリの方でですね、その走行記録を見ることができるようになっています。スマートフォンを活用してですね、画面を見たり、走行した後の映像を見たり、走行記録をですね地図の上で見るっていうのがですねできるようになってます。もうだんだん進化してきていますよね。ちょっと残念なのは、この本体単体ではですね防水にはなっていないんですね。あとそれ以外はですね、レンズも含めて、ケーブル類防水対応になってます。本体だけが残念ながら防水になっていないんですけれども、ご紹介した通りこの防水ケースが付属していますので、この防水ケースをかぶせばですね、雨が降っても濡れないと、本体のこの穴が開いているところにですね雨水がですね入ってこないということで、なかなかいい付属品になってるんじゃないかなと思います。これシリコン製ですね、シリコン製なのでぴっちりこの防水ケースとして役割を果たしてくれているというふうに思います。取り付けてですね動作の確認、 Wi-Fi のあたりをですね見てみたいと思います。今ですね元カムっていうのとですね Wi-Fi の接続ができています。そしたらもう一度アプリの方をですね見てみたいと思います。はい、こちらアプリですね。でちょっと先にですねカメラの方を見てみたいと思います。はい、ちょっとヒント、ちょっとね外なんで明るいんで見にくいですけども、はい、このようにですね、はい、今ですね、前のカメラが映ってます。はい、こちら後ろのカメラが映っています。はい、でこのようにですねこうちょっと範囲がですね16対9の画面表示にはなっていないので、このようにして動かして見ることができます。写真を撮ったり録画をしたりというのができるようになっています。はい、これカメラのところですね。でファイルの方をちょっと見てみたいと思います。今携帯電話の方には全く転送されてないので何もありません。ドライブレコーダー記録系というところですね、こちらタップします。そうするとですね今記録されている SD カードの中身がですねこのようにですね表示されています。はい、どうでしょう。はい、
今この記録されているものをですね SD カードを出さずにですねこのスマートフォン側でこのようにはい動きをですね記録されている内容を確認することができます。はい、今この記録の方ですねあのタイムスタンプ切ってるんで、ここに何も表示されてないですけども、日にち時間っていうのがですね記録されるようになっています。そしてですねこの下の方にですねこの下向きの矢印のアイコンがあります。これをタップするとですねはいこのようにして今度はですね今 SD カードにあったものがですね、今度携帯電話の方へ保存されるんですけどもすぐには反映しなくてちょっと時間がかかります。転送ですね転送している時間がありますので待つ必要があります。これ結構かかります。はいやっとですねはいこのようにですねちょっと時間かかりますけど保存されましたのでこれで今携帯電話の中にですねこのアプリの方ですねの中に今記録されているということになります。そしてさらにですねこれ iPhone なんでカメラロールで自由に使おうというような場合はですねここですね、フロッピーディスクのアイコンがあります。こちらをタップするとはいこれでカメラのですねカメラロールの方にですね保存されてます。こちらカメラロール今度ルートっていうところですねこのオートバイのアイコンのところをタップします。はいそうするとね地図が出るんですけどもはいこの上にある日付のところですねタップします。そうするとカレンダーが出ます。 SD カードに含まれてるデータの走行記録の日ですね白くなってる日に記録がありますのでここ例えば27という日を押します。そしてここでタップしています。そうするとこのように走行記録をですねマップ上にですね表示することができます。カレンダーでこれタップはいこのようにですね記録されている位置ですね、がこのように表示されます。はい面白いですよね。ドライブレコーダーのメニューの方を見ていきたいと思います。録画をされているとここはですね点滅します。止めてますので録画動いていないという状態になります。動くとですねこのように点滅します。はいここも一回押すと止まります。はいはい、そしたらメニューの方ですね出してみたいと思います。前のカメラはここですねカウルの下に取り付けました。実際撮影したらカウルということで結構振動でこのカウル自体が振動を受けてカメラに伝わるのでちょっとブレる感じがあるのでまあ一番いいのはやっぱりしっかりとしたところに取り付けるのがいいのかなというふうに思うんですけどあくまでもドライブレコーダーとしての記録なのでそこそこ映ればいいのかなとこの位置でいいかなというふうに思っています。後ろはこのストップランプの下ですねライセンスランプの上にですねカメラの方を固定しています。ここ回してこのシートの下に入ってそしてこのシートの中からここですね、カメラの線出しています。私いつもごちゃごちゃで電源の方はですねこの USB ですね USB の方に差し込んで、ここ赤色のところに接続をしています。そして、リモコンはここですねリモコンはここにあって、この黄色の線で接続をしています。こちらが GPS ですね GPS のアンテナはここに置いています。黒が後ろカメラ緑これが前カメラというふうな形で接続をしています。付属しているカメラのアタッチメントっていうのは数はこの手のですねドライブレコーダーに比べて非常に少ないので GoPro 関係のですねマウントをちょっと活用するなども必要があるのかなというふうに個人的には思いました。 CB400 については標準搭載のですねマウントだけで取り付けすることができたということになっています。それではですね実際にですねドライブレコーダーとして記録をした走行映像をですね、見ていただきたいと思います。雨が降ってるシーンなんかもあります。夜間はですね走っていないのでトンネルの映像で確認していただければというふうに思います。いかがでしたでしょうか。参考になりましたでしょうか。それではまたご覧になってください。さよなら。